ダニエル・フランソワイ・コール・エスプリオ・オベールは、フランスの作曲家。オペラの分野で活躍し、50余りの作品を残した。パリ国立高等音楽院校長。1782年、フランスのカーンに生まれる。祖父は、ルイ16世の画家だったが、フランス革命を機に、一家はパリに移り、父親が印刷販売業を始め、成功した。 オペラコミック座のバリトン歌手に音楽を学ぶ。父親の希望で1802年にロンドンのビジネス校に入学するもアミアン講和条約破棄の影響で翌年帰国。ウジェーヌスクリーブに影響されて作曲をはじめ1808年にパリ音楽院で披露したバイオリン曲がきっかけとなり同行のケルビーニに指示。ベルギー貴族、指名校の支援を受ける。 1842年、ケルビーニの後任として、音楽、演劇学校の委員長に就任する。パリオペラ座では、ワーグナーと人気を2分するとまで言われたが、現在では、彼の作品はほとんど忘れ去られ、数曲の序曲が、ごくたまに抜粋で演奏されるか、渦漏れた、作曲家の作品として録音される程度である。現在、オベールの墓は、パリのペール・ラシェーズ・墓地第4区にある。 オベールの名は、カルニエグルの広報の通り、及び、オペラ駅に、地下でつながるパリ高速地下鉄ラーの主要連絡駅、オベール駅の名となっており、そのおかげで、現在もパリ市民の記憶に留められている。1871年、死去。オーベールなき後のパリ音楽院委員長の座には、フランシスコ・サルバドール・ダニエルがついたが、就任11日で射殺された。 A.B. パディ国立音楽院とピアノ科における教育、制度、レパートリー、美学、上田康史、東京芸術大学学位論文、2016年3月25日、ありがとうございます。